えちょっとあんまり動画にするような内容でもないんですけどまああのカスタム記録としてちょっと動画を撮っておくどだ動画を撮ろうかなと思ってるんですけどこれこのフェンダー自体が前のマグナの、えー、論水加工してつ、えー、けた、えー、フェンダーなんですけどこれがちょっと幅が狭いっていうのもあってこの プラスチックタイヤにしたときに、まあ若干、あの、幅が太くなってるんで、まあ不格好っていうのもあるんですけど、ちょっとこう、えー、まああの、こういうカスタマーもあるんで、あれなんですけど、ちょっと自分的にちょっと尺足らずみたいな感じになってるし、あとちょっと使い回ししてるんで、まあちょっとこれを、また、ヘンダーのストックがあるんで、これをちょっと、このくる、 このバイクに合うようにまた作ろうかなと思ってるんですけど。で、まあ現状がですね、あの、こんなちょっと見えるかどうかわかんないですけど、こう、足りないんで、ちょっと姿勢でちょっと伸ばしてるんですよね。で、えー、これを、まあ、これも不格好なんで、まあ見えないところなんですけど、まあ、こういうところも、あの、このバイクに合ったちょっとフェンダーを作っていきたいなと思ってるんですけど。で えー、今回のちょっとこだわりとしてでこれが、えー、マグナの時はこの前に、えー、ここのステーを使ってここに止めてたんですけどまあこの、まあ、位置見ると分かると思うんですけどこう全然こう手前になっちゃうんですよねでまあ形として不格好なんでこれをまあまっすぐした、えー、位置これももともとこうテールランプを止めるだけのためにつけた穴なんですけどまあ穴を増やしたくなかったんでこの位置にしてるんですけど。 このステイもこうできるだけまっすぐの位置で,で、えー、取り付けたいなと思ってるの,のとあとこう現状こうボルト止めなんですけどこれも、えー、今回は、えー、溶接で、えー、このステイだとかこのテールランプの、えー、ステイとかも溶接で付けてでもうこの辺はもうその名の通りもり超フラットの。 フェンターにしたいなというこだわりを持ってる。ちょっと作っていこうかなと思ってます。で、まあ、塗装、今こう、季節も寒いんで、寒い季節なんで、塗装もちょっと乾きが遅かったりっていうのはあるんで、まあ、えー、塗装は、まあ、省くか、まあ別で取り付けましたっていう動画を撮るか、どっちか、まあ分けるか、まあそのまま、 できましたよっていう動画でまた載せるかはわかんないですけどまあとりあえずフェンダーの方を今からちょっとやっていこうかなと思いますシート外して今フェンダー外したとこなんですけどで左がこれがつけるフェンダーと右側が元々付いてたフェンダーですでまあぱっと見分かる通り新しくつける方が太くなってるんですけど で、こっち側が、えー、だいたい、えー、十、十二点五センチぐらい。で、こっちが、えー、だいたい十五点五ぐらい。なんで、まあだいたい三センチぐらい、えー、幅が太くなってるような感じになってますね。で、えー、ちょっと当ててみ、ますけど、 感じかな、まあ、だいぶフェンダーの存在感は強くなりますねでまあちょっと問題というかあのやっぱ幅が広くなった分このチェーンが通るところがちょっと厳しいかなっていうまあちょっと、えー、当ててまあクリアンス取れる位置に止めようかなと思ってるんですけど まあ、それか、ここをごっそり削っちゃって、あのー、もう完全にフェンダー干渉しないようにする。まあ、ここもあんま見えないからそうした方がいいのかな。まあ、ここはちょっと考えて、まあ、あの、もうおそらくごっそり削っちゃう方が、やっぱ安全面考えてもいいと思うんで、ここはちょっとがっつり削っていこうかなと思ってます。で、えー、まあ、 これ汎用品なんで、まあこの長さがこんなことになってるんですけど、まあこれも、まあいい感じのとこまで、あの、位置決めて削っていくっていう方向を考えてるんですけど、うーん、どうしようかな。あんまりこう長すぎても、まあ不格好ちゃ不格好なんですけど、で、あの前のこのフェンダーの状態、まあ短いっつーのもあるんですけど、こうテールランプが、 上にこう、ビョーンって出ちゃってるような状態なんで、これを、こう、なんていうんですかね、えー、テールランプがこの、この、下の位置になるように、ちょっとつけたいなと思ってるんですけど、まあ、あの、このフラットフェンダー自体が、こう、そんな、えー、長くしちゃうと、ちょっと格好悪いみたいな、まあ、個人的な、ちょっとこだわりなんですけど、まあ、そういうイメージがあるんで、 ちょっとまあ、いい、塩梅のところで、えー、切って、取り付けたいんですけど、まあちょっと長さは、ちょっとセンスが出るところなんで、まああの、いいところで決めたいなと思ってるんですけど、まあ一回切っちゃったらね、もう、まあ、溶接機があるんで、まあ元に戻せちゃ戻せるんですけど、まああの、繋いだらやっぱ継ぎはぎになっちゃうんで、 まあ一発勝負っていう感じなんですけど。まあそんな感じですね。まあこれを今日はそうですね。まあ取り付けして、あと塗装ぐらいまで持っていければいいかなと思ってるんですけど。まあ結構やっぱ溶接となると色々位置決めてやらなきゃいけないんで、まあちょっと面倒が多いんですけど。 まあやってきますえ今ちょっと必要なとか穴開けたりとかして今仮止め中なんですけどうなんかちょっと思ってたよりフェンダーがでかくてでえ今こう現状スイングアームにタップ立ててステーをつけて 止めてるんですけどでこのステーは今、あのー、止めてなくてただついてるだけなんですけどでまああのー、ここを溶接して止めるっていう感じなんですけどここの隙間がちょっと気になるんですよねなんで、えー、どうしようかな、えー、ここの取り付け部分をもうちょっとこう後ろに伸ばして でまあ、フラットフェンダーってこうやっぱりタイヤに沿った方がこうかっこよくなるはずなんでちょっとその感じでこれからちょっと仮付けもう一回やってみますえ今回はえちょっと手持ちの姿勢でちょっと伸ばしてでタイヤのアーチに沿わしてみたんですけど。 やっぱりさっきよりも、えー、フェンダーとタイヤのこう位置関係が結構いい感じになってきたかなと思ってますでまあこれ、まあ、ここもねこだわるんだったらステーをねいい感じのやつに変えちゃった方がいいんですけど、まあ、あり合わせのもんでなんとかしたいっていうちょっとやらしい考えもあるんで、まあ、これは、まあ、ボルトもったいないんで これはちょっと溶接して、えー、ステイにしちゃおうかなと思ってますで、えー、ここのワットフェンダーのステイなんですけどまあ安定性考えて、えー、じゃあまあ若干ちょっと後ろに倒すようにしましたで、えー、テールランプはこう前はこ,うこんな感じで飛び出しちゃったんですけど えー、こんな感じで、えー、こうなんて言うんですかねフェンダーのここに隠れるような感じでつけようかなと思ってますで、まあ、こうステ,テールランプ取り付けてるボルトが結構飛び出しちゃってるんでこれはカットしますけどまあ、こんな感じかな、まあ、ちょっとこうここまで伸び 切ってるのはちょっとどうなるかなっていう感じですけどまあこんなとこまで来てるのはまあありえないんで、まあ、この辺かなこの辺かなうんやり直しが効かないんであーこんな感じかな、まあ、ちょっと切ってみようかなとりあえずあの 長めに、一旦。ここはどうしようかな。うーん、このまんま。本当だったらタイヤ外して、仮溶接してっていう感じが一番いいんでしょうけど。うーん、完全にこのバイク上げてタイヤ外してってなると結構大作業になっちゃうんで。まあ、こういうの本当は横着しちゃいけないんですけど。どうすっかな。とりあえず、 箇所穴開けちゃおうかな。まあ溶接で穴を埋められちゃうんで、まあフラットにするのはちょっと大変なんですけど、まあ耐え外してっていうのは結構おっくうなんで、まあそれは、それよりかはボルト一本開けて溶接埋めちゃった方が楽かな。うん。 まあ、あんまり M6 ぐらい大きくしちゃうと埋めるのは大変なんで、まあ、M5 ぐらいにしようかな M5 の穴開けてこうと仮に止めてみてまあ時間かかるかなと思ったけどまあ、ある程度形になりそうですねまあじゃあちょっと作業、えー、続きやっていきますはいえー、仮付け終わったんですけどでちょっと考え方変えて ここのステイをまず点付けで点付けで仮止めしたんですけど点付けしちゃってからえ位置出そうと思ってでまあ一応さっき合わせたこの印左右こう取ってまあざっくりえセンターにまあちょっと微妙なセンターじゃないんですけどまあこれぐらいになったらいいかな若干 ちょっと上からうんちょっと分かりづらいな若干ちょっと左がに寄っちゃってるんですけどまあこれぐらいはいっかなまあこんな感じでついたんで,でここは一回ちょっと外そうかなちょっとあまりにも左に寄りすぎてるからまあこんな感じで進めていけそうなんで これで、とりあえず切って、終わりですかね、とりあえずは。あとはまあ、時間があるときに塗装して、っていう感じですかね。まあ、このステイがないと、ちょっとバイクを乗れないくなっちゃうんで、まあ、ちょっと早めに塗装したいところではあるんですけど、まあ、こんな感じで、進めていきたいと思ってます。 えー、上を曲折してなんとかヘナの形になりました。まあ、その上を曲折をちょっと見せろっていう話だと思うんですけど、まああの動画見てる人だったらあのまあそれ見たいなっていうのはわかるんですけど、まああの DIY やったことある人だったらわかると思うんですけど、ちょっとゾーンに入るともう周り何も見えなくなっちゃうんですよね。なんでちょっと一気にここまで形にしちゃったんですけど。 で、えー、まあリア台外して、あのー、合わせて溶接した方が、まあ早かったんですけど、まあこの、裏の溶け込み見たらわかると思うんですけど、まあ、何回か、つけたり外したりっていうのを繰り返して、やっと、打ち出しした感じですね。で、まああの、一応、こう、アーチに沿って、フェンダーを、 取り付けたっていう感じですね。で、まあ、今回のこだわりだった、まあ、あの、ボルト等を出さないような、えー、取り付けをしたかったんで、まあ、溶接して止めてったんですけど、ま、ああの、これ今これから塗装するんですけど、ま、ああの、これもまだ点付けで止めてるだけなんですけど、で、テールランプも、ステ溶接して取り付けました。 で、テールナンプ自体はあの、ボルト止めなんですけど、まあ、あの、ボルトは見えないんで、この、自分がやりたかったこの、フラットフェンダー、オールフラットフェンダーっていう感じで、取り付けで,できたんで、まあ、いいかなと思ってます。で、まあ、最近の流行りでは、あの、サイドナンバーにしたりっていうのが、 流行ってると思うんですけど、まあ、個人的にちょっとサイドナンバーあんまり好きじゃないんですよね。まあ、なんでかっていうと乗り降りする時にまあ,あの、まあ、前やってたことあるんですけどあの足に当たったりとかそう、まあえー、邪魔になったりする時もあるんで個人的にはちょっとサイドナンバーってあんまり好きじゃないんですよね。で、まあ、テールランプも、ね、若干もうちょっと起こしたかったんですけど。 まあタイヤのクリアランスが結構ギリギリだったんで、ちょっと、ね、寝ちゃってるんですけど、まあ、寝ちゃうと、まあ何がいけないかっていうと、この、まあテールランプがこう光ってる部分あるんですけど、このナンバー灯も光るんで、まあここがちょっと、えー、後続車にこう見えやすくなっちゃうっていう、白のナンバー灯が見やすくなっちゃうっていうのがあったんで、まあできるだけ起こしたかったんですけど、 まあ、このナンバーステイの、まあこれもちょっと加工すればいい話なんですけど、まあオリジナルの状態で付けた方が、まあ強度等もあると思ったんで、一応まあこんな感じで取り付けました。で、えー、まあ、全体的に、そうですね、まあバランスは良くなったかなと思ってます。で、まあ元のフェンダーが、 これなんですけど、まあちょっと、まあ、映像ではちょっとよくわかんないんですけど、まあ結構迫力も出たかなと個人的には思ってます。まあ、論水してるし、えホイールでかくしてるし、まあ、かなり車体はでかくなってる感じですね。で、えー、動画ではちょっとやらなかったんですけど、このマグナの ここのバッテリーの、あ、バッテリーじゃない、えー、配線ボックスも全部配線加工して、この全部シート下に、えー、配線しました。まあ、やっぱここない方が、やっぱスッキリして、こう全体的にバランスのもう良くなるんで、まあ、マグナリの人だったら、多分、まあ、マグナの人だったらやりたいっていうよりかは、まあ、タンクを変えた人だったら、多分、やりたく、 なるはずなんですよね。バランスが。純正のタンクが合うように、あのカバーがあるんで、こう、社外のタンクにすると、多分開拓なんじゃないかなと思います。まあ、思うんで <laughs>、その作業を見せろって話だと思うんですけど、まあ、それも、ちょっとね、あの、ゾーンが入っちゃってる最中だったんで,で、あの、動画撮影できなかったんですけど、まあ、これを、また、 本溶接して、で、塗装してっていう感じなんですけど。で、ま、あこの配色なんですけど、個人的にちょっと、まあ、黒のマグナってやっぱ結構多いんで、まあ、あの、まあ、これちょっと一時的に黒に塗るんですけど、まあ、ゆくゆくはちょっとまた全体的に塗り直そうかなと考えてて、まあ、タンクも結構ね、このいい感じに 濡れてるんですけど、まあ、もったいない部分もあるんですけどまああのー、ちょっとまあせっかくここまで形にしたんでもっとちょっとオリジナリティのあるような色合いにしたいなと思ってます、まあ、それもまたあのこのフベンダーどうしようかな塗装、まあ、塗装後もちょっと一回取るかな一旦と,とりあえずこの フェンダーできましたよっていう動画であの一旦終わりにするんですけどまあ完成したらちょっと走行動画も撮ったりとか一時はちょっとこの状態を楽しんででまた塗装するとかなった時にまた撮影できればなと思ってますでまあ今の季節が、まあ、寒い季節なんであの塗装が乾きにくかったりとかするんで まあちょっともうちょっとょっ暖かくなってからあーオールピントの方はやっていこうかなと思ってますでえバッテリーのあーバッテリーじゃない、えー、配線ボックス取った時にこういう余計なステーとかがあるんでこういうところも切ってで、フレームも結構ね作業で結構傷ついちゃったりしてるんでこういうところも綺麗にして、えー、もう完璧な状態にしたいなと思います まあちょっと全体的に結構まとまってきたかなと個人的には思ってるんですけどまあマグナでここまでねあのやる人いないと思うんですけどまあ自分もこんなつもりじゃなかったんですけどねまあなんかこう今でいろいろやってたらこんなんなっちゃったんですけどまあそうですねまあとりあえず今回はこんな感じで終わりたいと思います。